どうも、えー、バラエティプロデューサー角田洋一郎でございますおはようございます、えー、知的好奇心向上委員会 ICUC の5月2日バージョンでございますよろしくお願いします、えー、っと5月になってしまいましたね、あのー、まさにゴールデンウィークが一応4月29日があって金曜日があったけど土日と休みで今度月火、火、水と 連休でございますねただまあ緊急事態宣言何度目でしたっけみたいな感じになっておりますから基本は皆さん行楽地に行くとかはないのかななんて思いながらなんかねあのね誰かがツイッターで書いてるそうだよなと思うんだけどあの図書館とかね本屋さんとかも休みになっちゃって。 せめてこもるんだから本とか借りたり買えるぐらいはしてくれよみたいなことをおっしゃってる人がいて全くその通りだよななんて思いながらもね変異ウイルスはねなんか安くしててもうつっちゃうみたいになるともう完全に防ぎようがないとすると人と接触してるとねどうすればいいんだろうみたいな感じにはなるよななんて思いますよね。僕はといえば はい、あのゴールデンウィーク中にあげるぞとこう仕事をこう提示してですねでその仕事をこうやろうかなと思いながら今日だから12と2日間終わってしまいましたがまだやってないっていう <laughs> 感じでございます345でやるぞと思いながらねでも明日はもうちょっと大学で講義があったりとかいろいろなかなかあの。 執筆にいけるのかなななんて思いながらもねやると編集者と約束したからやるみたいなね、うん、もう約束というのは果たして何なのかみたいな根源的な問いを自分に突きつけながらもなんとか生きている感じでございます。であの今日早速紹介する本があるんですけど「これです、はい、ショッペン・ハウアーとともに」っていうミシェル・ウェルベックっていう フランスの現代作家が書いたやつなんですけど、えっと、この本をというよりショーペンハウアーやばいぞっていう話なんですねショーペンハウアーっぱ有名なのはこの幸福についてっていうのがあって、えっと、読みました、うん、もうパラパラですけどね全部あのでもだからこれを5月になって一番最初に読んだ本がこれですねこれ本当にすぐ読み終わっちゃったんで でも5月に読んでよかった,ななんて思いましたあとだからそれってじゃあ何かというとショーペンハンガーの本というとこの中古クラシックスのですねこれが有名なんですけど「はい、あの意思と表彰としての世界」っていうねこれ哲学書なのでそういったなかなかこうまあ難しいなっていうのがこれはこう解説しているこれは比較的簡単に書いてある幸福についてっていうこの回でってあ幸福とは何なのかみたいなことなんだと思うんですけど。 まさにそのミシェル・ウェルベックさんがですね、えー、と20代の時かな意思と表彰としての世界を出会った時のこれこの考え方こそ世界が変わる哲学だって思ったってことを書いてある本なんでこれはすごい分かりやすいなと思いました、うん、でねこれ今の僕のその気分、うん、で今の僕の気分っていうのは僕にいろんなことがこう起こっているから 僕がこうこってる気分っていうのもあるけどそのいろんなことが起こってる中の最大のことってコロナかたとすると実はいろんなことが起こってるっていうのはこの世界で起こってるってことだからねうんなんか多分皆さんにも通用するんじゃないかなと思うんですけどちなみにこれ酷暑観光会のやつなんですけどこれ,これほらこうカバーを取るとすごいあのなんか外国の方みたいでか,かわいいんですよね。 うん、こういうのが長細くてねこういう想定好きだななんて思いながらそうだからこれこの黄色版がもうフランス語でささっとこう書いてあってでこうこの外国語と日本語の表紙はこうこ黒いんですよね黒いんですね,こ,うねこの黒と黄色のまたセンスが。 で、さらにここにまあ帯がついてるから、まあ、帯がないとなかなか映えないからだと思うけど、帯取ってみても面白いみたいなね。これすごい、黒色反抗会がこういう本を出すのって僕はすごく好きな、大好きだな、なんて思うんですけど。でね、これ、そのショーペンハウガーの考え方って僕、もう本当に不勉強ながら知らなかったんですけど、すごく、そう、悲観主義とかね、ここからニーチェとかが生まれて、 なんか自殺論でしたっけとかそういう話だからすごい暗い話なんだろうなっていう意味で言うとうんここに書いてある「元気が出る悲観主義」って書いてあるんですけどそうなんですよこの世界は暗いからその暗い悲惨な世界の中でどうやって生きていくのかっていうことが書いてあるという意味で言うと今の僕とかが読むにはすごい出会った意味にという意味ではすごい出会う意味があったんだろうななんて思うわけです、う。ん でどういうことかというとですねそもそもこの世界というのはその自分たちの意思でしか意思で表されているものなんだって言うんですよ主観客観じゃないっていうんですよ客観的な世界なんてないって言うんですよでこれってなるほどなってちょっと思うんですけどつまり例えばある事件があったらそうじゃないですか何でもいいんですけど ある事件があってそれを悲惨と思うかラッキーと思うかはその事件というよりはその事件を自分がどう思うかという意思じゃないですか、うん、だからすごい悲しいことが起こった楽しいことが起こったというよりそのことを悲しいと思うかそのことを楽しいと思うかっていう意思でしかないんだと、うん、でその意思というものにすごい左右されてるから その意志に左右されてると人間やっていけないので知性というもので生きていきましょうということがまあ書いてあることなんですけどね。うん、でまずそうかと僕はそのまあ僕はアホなだけかもしれないんですけどこの世界にいろんなこう事象がわーっとたくさんいろんなことが起こってそれがこう自分にやってくるときにまあいいことはいいじゃないですか嫌なことは嫌だな止めようとか。 でも止めらられななくてさにに嫌になるとか、ね、まあいろいろあるとは思うんですけどそういうふうにこう外側のものを自分のものではないと思っていたというかだから外と内の自分との間にこうバリアというか疎外感というか、うん、だからエヴァンゲリオンは <laughs> みたいなエヴァンゲリオン論になっちゃうんですけど一つの 液体にしたたかったんだな世界をみたいな風にまあいいんですけどね「あのビーレ」って出てきますけどねシンエヴァンギリオンでねあれって「石」って意味ですからねドイツ語のねだからなるほど安野監督そういう意味だったんだなんてまあこう思ったりもするんですけどまあそれはさておきそういう風に嫌なことは排除していいことは取り入れよう、うん、で嫌なこともいいことも起こるのがあざなん「下腹はあざなえる縄のことし」じゃないんだけどまあ自分の人生なんだなってこう 思ってたわけですすよね思ってるわけですでもこのショーペンハウアーの考え方でいけばそれを起こったことをいいと捉えるか悪いと捉えるかは結果自分の意思なので自分なのでそれがいいなのか悪いなのかってことを最初に防御する必要はないしむしろ阻む必要はないしやっぱり受け入れるしかないんだよなってことがんかスーッときたんですよね。 でその受け入れた上でそれをいいことと捉えるか悪いことと捉えるかというのは自分の意思でしかないんだ。うんなるほどと思ったわけです。うん、でねそこまでだったらまあ、うん、なるほどだとは思ったけど、まあ、考えたことがなかったわけでもないことだったんですけどそうするとですねその意思というものをで どううせ左右されてしまうんだからこの悲観的な世界において僕たちがどう悲観しないで生きていくかってことは結局自分の意ででしかないんですよね、うん、これって僕の中ではちょっと革命的展開で今までは僕がどういう人間であれ悲しいことがあったら悲しい悲しい悲しい楽しいことがあったら楽しい楽しい楽しい,楽しいって 一対一の関係だったような気がしてたんですけどそうではなくてあることを自分の中で自分の意思で悲しいと捉えるか楽しいと捉えるかは違うんだっていうことを気づかせてくれたですねそうなった時になんかね要は陽気な方がいいって書いたんですよ <laughs> もうすごいぶっちゃけ,ぶっちゃけるともう単純にね陽気な方がいいですよと。 うん、ショーペンハウガー先生は、うん。つまり結局人にはねその3つの規定があってその人は何者であるかってこととその人は何を持ってるかってこととその人はいかなるイメージ表層印象を与えるか他人がどう見てるかみたいなことだと思うんですけど一人一人が生きる世界は何よりもまずその人が世界をどう把握しているかに左右され、うん、今言ったことですねそれゆえ頭脳の相違に応じたものとなる。 ってことはつまり、頭脳次第で世界は貧弱で味気なくつまらぬものにもなれば、豊かで興味深く息深いものにもなる。そうなんですよね。だから自分がなんか悲しいことがあって悲しいって言ってるのは、自分が悲しいと思ってるからなんですよね。うん、そうなんだって、ちょっと思った時に、結局、このショーペンハウアー先生がおっしゃってるのは、落ち着いた朗らかな気質。 明晰で物事を生き生きと鋭く正しく把握する頭脳、節度ある穏やかな意志、ひいては曇りなき良心、こうしたものは異界も富も取って変わることのできない美点である。うん、還元すればその人がどんなものを所有しようとも、他人の目にどう映ろうとも、そしてそうしたすべてよりも明らかに彼にとってはるかに重要なのは、彼自身にとって彼は何者なのかということだと。 そうなんですよね世界に悲しいことが起こるのはもう起こるんですよ。うん。楽しいことも起こるけど。それを何者の自分がどう捉えるかっていうことだけなのだけでか何なんだっていうことにすごい気づかせてくれた時に結局「陽気でいた方がいいんじゃないですかじゃあ」みたいな <laughs>、うん。自分に陽気さがあるかってことが陽気であれってことが大事なんだってことをね。 言ってるんですそっか陽気さかと。だからここに書いてあるんですけど運命はは変転するるかもししれなないいがが己の性質は決して変わることがない、うん、だから運命とか運気とかねだから僕比較的運とか縁みたいな話はずっとしてたと思うんですけどその運っていうのは多分変わるんだけどそれを対応する自分側は、まあ、そんなに性質は生まれてから それ変わんなないいじゃないですかしたがって私たちの幸福にとって、そう、つまり幸福になるというのはどうすればいいかというと、気高い性格、有能な頭脳、楽天的な気質、心根が明るいこと、健康そのものの丈夫な体、つまり健全なる身体に宿る健全なる精神がいいんだっていうね、昔のあの、川上、巨人の川上監督みたいなことを言ってるみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、 つまり健康みたいなことが一番自分の陽気さが保てるからみたいなことではある意味真理ですとは思うんですけどでそのさてこれら全ての中で最も直接的に私たちを幸福にしてくれるのは心根が明るいことであると。そうなんですよ心根が明るいことが大事なんだと。 僕ね、心根が明るいことが大事だって思ったことないんですよね。だから僕はあの2冊目に書いた、成功の神はネガティブな狩り人に降臨するというのは、で僕あの、前向きか後ろ向きかって言われたら前向きなんですよで。ポジティブかネガティブかって言われたらめちゃくちゃネガティブなんですよね。でそれはつまりどういうことかというと、前向きに何かやろうとすると、細心の注意を払わなきゃいけないし、こう、すごいあ当たる風も強いから、 ネガティブにならざるを得ないんじゃないかってことで書いたのが「成功の神はネガティブだ狩人に降臨する」あったんですけどポジティブでいいじゃんっていうあそうなのかとなぜならどうせ悲惨なことが起こるならポジティブな方がそれをポジティブに捉えられるからってことなんですよね陽気さとにとって富ほど役立たないものはなく健康ほど役立つものはないって書いてあるすうんつまりね 陽気になろうと思い,ました <laughs> いやあのいや僕比較的あのよく喋ったりするしいつもこうなんかニコニコ笑ってるしバラエティープロデューサーって言ってるんで草さんは明るいですねって言われる割にはツイッターとか見てる人とかには時々闇のような,なんか文章を書いたりとかしてるんで全然あのこう明るくないことは分かってるかもしれないですね特にこの ICUC とかを撮ってる見てる方にはねでもそういう意味でその陽気さというものがないんです じゃあるんだけど、うん、いや僕の中では本当は暗くてないんだなと思ってるんですね。でこれってあの僕の名前は角田陽一郎っていうんですけどまさ、あ、に陽気の陽陰陽の陽陽一郎の陽っていうのが入ってるわけですね太陽の陽。でねこれってまあ名前は名は太を表す太陽を表すってことじゃないと思うんだと思うんですけどすごいこう。 陽気の陽というのが自分の名前に入っていることってなんかちょっとだけコンプレックスだったところがあってつまり俺陽気じゃないのになみたいな陽気じゃないのに陽ってコンプレッ入っているのがコンプレックスだよななんてこうちょっと思ってたことがあるんですよね。うん、ところがこれって落合陽一さんはいあのねもう今をときめく科学者、うん、ビジュアリスト、うんえー、と筑波の教授。うん お茶屋洋一さんとね対談した時にもお茶屋さん本人にも言ったんだけどお茶屋さんお茶屋洋一ってだから僕と洋一郎の洋一と同じ時代を洋一なんですけどあれってあのお父さんのお茶屋信彦さんが名前をつけた時に洋一ってのは何かっていうとこの世界をすべてって意味なんですってそのこの世界のすべてってのはどういうことかというとこの世界のすべては陽子と電子でできてるじゃないですか,だから陽一ってのは陽は陽は陽子の陽で陽一の一は でではななくてマイナスなんですつまり電子つまり落合陽一の陽一は陽子と電子っていう意味で陽一って名付けたってことを聞いたことがあるんですね。でそれ聞いたときにああなんていい名前なんだなって思った瞬間に自分の中にも名前もあってそうすると今までは角田陽一郎っていうのは陽気のようだし一番だしみたいな陽気で一番じゃなきゃいけないのかみたいなところが。 一応マイナスと考えてもいいとするとあ僕の名前にもマイナスの部分があるんだってことをその数年前にお茶屋さんとね対談した時に知ってちょっとねほっとしたことがあるんです救われたというか、うん、だから僕はマイナスでいいんだなって思ったっていうのがあります、うん、でずっとずっと来たんだけどこのショーペンハウアーを読んでですね あれやっぱり陽気な方がいいんだなって思ったっていうかうんマイナス部分があることを否定してるわけではないんだけどこの世界をマイナスに捉えてしまうことが結果的にマイナスになってしまうんであるならばマイナスに捉えなきゃいいんだっていう、うん、陽気になろうと思いました <laughs> はいなんで2021年5月の私の一番の変化は陽気になろう でしたうん、辛いことがあろうが辛い世界であろうが、うん、誰かこう人がいなくなろうが、うん、なんか悲しい出来事があろうが裏切られるようがそれでこう落ち込むことは当然もうあるんだけどでもそれをこうじゃあこう誰かこう裏切られたみたいなものは 裏切られたと考えればすごいこうネガにもなるけどその人との縁が切れてよかったんじゃんって思えばポジティブじゃないですかって思った時にどっちに取るかは自分次第なんだなってことがあのスタンダードになるんだったら、えー、とどっちにも取れるという意味で陽気な方に取っておいた方がいいんだなっていうこれはね僕の中でもの変化の中での結構最大限な変化かもしれません。 ずっとネガティブで、ネガティブだなぁなんて思いながら、うん、なんかこう、ね、生きてきたわけで、で、そこで、こう、だからそれ何でもいいんですよ。あの、こう、飲み会とかね、なんかこう、コンパとかね、立食パーティーとかね、ああいう華やかなものがすごい苦手なわけですよ。なまりにはね、バラエティ番組みたいなものをこう自分が作ってたりしてて、 うん、だから華やかなことが嫌いかっていうとロックフェスとか好きですしね華やかな感じも好きなんだけどなんかそこでこうネガティブな自分みたいなものをすごく感じてしまうことでなんかなんかすごいこう悔しさとかね劣等感とかねそんなものを感じてたんだなと思うとあれショーペンハウアー先生のおっしゃる通りじゃんみたいなだってその離職パーティー超楽しいなと思ってる人もいらっしゃるし。 ロックフェス楽しいですよね、うん、そうだからいいことだっていいことの中でネガティブなことを感じてた僕って僕がネガティブなだけじゃんっていうことにそのまま気づいたっていうかねうんこれってすごいすごい僕の中では大きな気づきでした、うん、まあすいませんこれ見てる皆様も気づいてんのかなどうなんだろう僕は気づいてなかったですねうんだから ポポジジテティィブブにになななりりまますすろうかなと思っております、うん、だから今までこう僕をポジティブだと思ってた人は、えー、本当にポジティブになりますってことだしこいつネガティブだないちいちって思ってた人はどんだけ変わるのか見てやろうぜって思っていただけたらばそれはそれで面白いかなと思ってまあ実際変わんないかもしれないけどねでもそう思うということが大事っていうかそう思ってみようかなと思ったこともなかったんでネガティブな 俺でいいやって思ってたんで、それは僕の中ではすごくすごく大きいななんて思ったりもします。はい。今年の今日今回のね最大の気づきって実はそこだななんて思ったりもしますね、うん。でもそう考えるとね、例えばこうなんかおべっかとかなんかこう角田さんすごいですねとかって言われるのとかって。 嬉しい反面何かこうあれ何かこうおべっかとか何か何か思ってたこととかもすごくあるんだけどそれってまさにそういうことですよねその言葉を言葉尻で取ってなかったのは自分なだけであって嫌みかよとかね思いがちなタイプだったってなんて嫌なやつなんだろうなむしろ自分がっていう自己嫌悪になると陽気にならないからここでならないっていうところですよねこれちょっと大きいんですよね あのこう自分をバラエティ視点で見ようっていうのは僕よく言ってますけどねバラエティのワイプ画面で見ようってね自分の人生をこのワイプ画面がここにあったとしてワイプ画面で見てみようみたいなことをよく言ったときにいやいやえと表面から見るとそうだけど実はそれそういうことじゃないんですよねみたいな目線で見るみたいなところが僕の中ではすごいあるのかもしれないですね。それって何回も前に言ったアクターリアクターみたいな話をしたと思うんですけど。 うん、外部世界のリアクターあ,あ今気づいただから結局外部世界というものが別個に客観的にあってそれを主観の僕がどうリアクションするかみたいなことがリアクターなんですね。というかショーペンハウアー先生が言ってるのは結局客観的なものをどう自分の主体医師が意思するかっていうことしかないんだとするってことはアクターになれってことなんだ。 面白いねだからアクターリアクターみたいな話ってねそもそも僕は収集論文書いたところのアクションリアクションみたいなところからね僕の中でもなんかこの2021年によくもたげてくるテーマなんですよね明日昭和女子大で講義をするんですけどそこでもあのさっきレジュメ作ってたんですけどテーマは「アクター」「あなたはアクターですかリアクターですか」みたいなことを書いちゃったんだけどもそれって結局アクターであるってことはポジティブでなきゃいけないんだってことだな。いけないっていうとまたちょっと行きづらいけど。 でもそうした方が結局行きやすくないですかっていうことをショーペンハウアー先生は書いてんだよな。で、その多分、ミシェル・ウェルブレックは、そこに考え方として、多分、こう、なんて言うんでしょうね。あの、すごい革命的な転換を、覚醒をしたんですね。それを読んだときに。だから そのの小説の中でねねウェルブックは、ね、やっぱりその証券派合的な考え方ってすごいこうもたげてるっていうことをここに書いてありますけどね影響しているというようなことがね書いてありますけどねうんでまあだからってわけじゃないんですけどなんかこう自分がねこう思ったことをねなんかこう今までのつぶやいたりノートとかに書いてましたけどもうちょっとこう ポジティブななな目線で書いてみようかななんでちょっっと思たたりもしましま、うん、だから例えば昨日の5月1日に書いた言葉ではですね「おはようございます。5月です。何も持たないようで実は全てのものを持っていると実感しなさい」うん、これねあの僕いつも駅やってるんですけど駅やってた時にいただいた掲示な言葉なんですけどね、うん、さらに力を尽くす場を与えられている宇宙があなたに期待している うん、だからこれ宇宙があなたに期待してないって思ってもいいし期待してると思ってもいいんだけど力を尽くす場を与えられてると思ってもいいし思わなくてもいいんだけど思った方がいいんじゃないですかってことを多分言ってるんだと思うんですよね。でそこに最後に書いた「幼年時代から抜け出せ友よ目覚めるのだ」っていうのはまさにこの本の第一章だったかな。「序文」だ。序文のタイトルなんです幼年時代から抜け出せ友よ目覚めるのだ。 これをまさに昨日読んだからね、うんうん、なんかすごいインスピレーションをもらって。うん、ってことはその言葉を自分がインスピレーションを浴びた言葉をなんかこうなんかこうツイートするのとかもありかななんて思ったりしてね書きました。うん、で今日はね5月2日だけどだからもう毎日おはようございますやろうかなまあ、やれるかどうかわかんないけどとかなんでちょっと。 おはようございますツイートしようかななんて思ったりもしてるんですけども昨日はねなんかその自分が今最近あったなかなかこう,うまくいかないことみたいなことをね結構一人で悩んでたんだけどあの僕はなんかこうネガティブなツイートを書くとね何かあったのみたいなことを言うからいや実はこういうことがあったんだよみたいなことを、うん、言ったわけですそしたらね、えー、ここに書いたようなんですけど「おはようございます」5月2日です 昨晩友人からのアドバイス苦しい時はとりあえず口角上げて笑顔を作る万歳して腕を上げるそしたらあれ楽しいのかなって思うからしんどくなったらやってみて逆風に逆らってもうまくいかない呼吸は大事だよっていう言葉をいただいてですねうんそうかそうか口角上げる <laughs> これで上がってるから <laughs>、うん、万歳 <laughs> 万歳とかねうんなんかでもそういうことかななんて思います うん、結局じゃあ陽気になるって、うん、んだって思った時には結果的に、うん、口角を上げる <laughs> 上がってるかなど <laughs> うし、ん、バンザイするみたいなバンザイするっていうのはバザーイって意味もあるしこの肩のこりをこうなくすみたいなこともつまりさっきの健康っていうかね体が大事だってことに一つ一つ一つこう。 重ななななっててることなのかななんて思うしね、うん、そういう意味で言うとねあの4月の頭にですねあの人間ドック受けたんですよなんかずっと骨が痛いとか頭が痛いとかもう本当に嫌だったんで <laughs> でもう本当に結果が来るのが怖いななんて思いながらあの4月の頭だったんできっとゴールデンウィーク前に来るだろうなと思ったら本当に来てたんですねだからまさに5月30日に来たわけですよ。うん で見て封筒を開けるの怖かったんだけど封筒開けてみたらですねあの全然数値とかいろんなものが問題なくて、まあ、健康だってことが分かってすごいほっとしたんですねやっぱり去年親父が亡くなったとかの時からね親父もなんかこの辺がちょっとなんかしこるんだとか言ってたら癌だったみたいなところがあってなんかなんかそういうのって思ってるから自分もこうなんかちょっとこの辺が気になるなみたいな風になるのかもしれないんだけどちょっと嫌だったんだけどうん。 結果的に健康だったったていう、うん、また検査は定期的にやった方がいいなとか思いながらもねと思った時にこのウェルベックの本とそのショーペンハウアーのね本とかをこう読んであそのタイミングにそれをやってきたことをこうポジティブに捉えるってことがすごく捉えるまたこの回転というか歯車みたいなものがこうやってきたんだななんて。 思ったりするわけですうんだからねこのゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしですかじゃないんだけどうんまあ自分の中では陽気さを取り戻そうというようなテーマがこの5月には課せられ課せ,られ課せるっていうとまた陽気じゃなくなるな5月に突如やってきた僕の中での I C U C 的に言うと知的好奇心の向上するための一つのこう考え方の変換みたいなことなのかななんて思ったりもします。はい、そんなわけで、えー、今日はショーペンハウアーについて語ったという意味ではいつもよりは知的好奇心向上的なお話だったのかななんて思いつつ、なんか皆さんもねあのー、このコロナ禍をですねどう陽気に過ごすのかっていうことは。 人類全体のテーマでもありますから、ね、うんまあいいことも悪いこともありますが、うん、いいことも悪いこともあるけども生きていくんだったら陽気に行きましょうよっていう行きましょうよっていうのは GO って意味と l a v e って意味かもしれないですねはい英語が苦手だって言ってる私も,うこれも先週も言いましたけどもはいそんな中で、えー、頑張って 陽気にやっってててこうかななんて思っておりますはいそんなわけで、えー、バラエティプロデューサー、芥田陽一郎でございました、えー。また来週よろしくお願いいたします。あ陽気だからちょっと手を振ってみた。<laughs> <laughs>